僕の作ったオルゴールは他の誰よものよりもの綺麗な音を鳴らしていた。人々は僕のことを尊敬の念を込めて黒く若と呼んだ。愛する婚約者と大事な妹、二人がいつもそばにいた。自分は世界一の幸せ者だと僕は神に感謝した。存在しなければ最悪の結末、僕が見たものは血に染まったオルゴール。
2時間